相鉄21000系21108編成が公衆輸送されました。JR 貨物相模鉄道は3月20日から今日24日にかけ21000系21108編成を公衆輸送しました。相鉄21000系は東急目黒線方面への直通を目的に8両編成で開発された車両で2021年9月に登場しました。今回は8編成目となる21108編成が3月20日に日立製作所笠戸事業所を出場しました。そして EF210 型、DD200 型の牽引によって厚木まで公衆輸送されました。そして相鉄線内はもや700系の牽引によって柏台車両センターへ搬入されました。今回の公衆輸送には相模鉄道のソーニャンと東急電鉄のノルルンが8号車の運転台に添乗しました。21108編成は2023年度増備分となり、次の21109編成をもって2万系列の製造は完了する予定です。これで3月24日の KAB ニュースを終わります。